トラストへようこそ。ホストのハンサリ・ギヨームと岸智秀です。このポッドキャストではフランス人と日本人、経営者と個人事業主、組織の力と個人の柔軟性、それぞれの異なる視点から日本のゲーム業界や経営環境について議論していきます。こんにちは、コントラスト第11回お待たせしました。半年ぶりの収録ですが、ポッドキャスト再開します。今後ともよろしくお願いします。お願いします。でなぜ半年休んだかについてはいつか話したいなと思うんですけども、今回は早速本題に入りたいと思います。はい、はい、テーマは才能と努力です。成功するには、はい、成功するには努力が必要です。しかし努力だけでは本当に成功できるのか、才能も必要なのか、そもそも才能って、定義できるのかなどなど話したいなと思います。岸さん、お久しぶりです。今回のテーマはいかがですか？そうですね、これハンサリさんからテーマをもらった時に面白いなって思ったのと、この才能と努力っていうテーマをハンサリさんが選んだ理由とかもすごい面白いなと思ったっていうのが感想ですね。なるほどなるほど。そうですね、まあ割とこうずっと前から話したい内容だったなと思うんですけども、最近こう前のエピソードを聞き直して、実はその話もよく出てたので、じゃあせっかく再開するんであれば、もう最初からそれを、はい、話したいなと思いました。働くみんなとかいろんな人が気になる話題ではありますもんね。そうですね、はい、ということで、はい、それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。コントラスト、コントラストで、そうですね、まあ、才能と努力ということで、割とこうなんだろう、そもそもこうまあ才能の定義っていうのが結構こうポイントになるのかなと思っていて、でちょっとこうまあいつもこう収録する前にこうまあちょっとした打ち合わせはするんですけども、ノーションとか使って、でその中で僕はまあ、いくつか質問をして、例えば、岸さんの場合だと、こう、まあ、前からずっと言ってるんですけど、好奇心があるという話をしてたんですけども、その好奇心って才能だと思いますかっていう質問に対して、岸さんが、才能というよりは特性だと、そうですね、いうことを言ってたんじゃないですか。うん、そうすると、才能と特性の違いって何だろうと思ったんですよね。そうですね。うん、どう思います？なんかその、含めるか含めないかは人によるとは思うんですけど、なんかその特性ってなんか才能というよりは誰しもいろいろ持ってるものかなと思うので、もしその特性を才能に含めてしまうと、うん、なんかその全ての人に様々な才能があるっていう話になるのかなって思いました。そうですね、まあそれは若干僕はそれ言いたいなっていうのはありますけどね。そうなんですね。だからもしそうなるとしたら、特性は才能に含まないのかもしれないなとかですかね。例えばですけど、まあさっき、すいません、どうぞ。例えば僕の場合だと、その好奇心があるっていうのを才能としてハンサリさんは捉えてくれていますけど、もう一点別の見方をすると、例えば飽きっぽいとか、なんかそういう悪い面も持ってる部分だと思うんですよね。で、それをいいように使うか悪いように見るかの話だと思ってて、それが特性だと思うんですね。例えば他にも、なんだろう、体が大きい小さいとか、なんかハンマー投げとかそういうスポーツをやったり、走るんだったら体は大きい方がすごく有利になるから、そういう面で見たら才能特性になると思うんですけど、才能になると思うんですけど、例えば競馬のジョッキーになろうとしたら、逆に今度は体の大きい人よりも小さい人の方が才能があるっていう話になると思うんですね。だからそれって生きる環境とか、その能力を使う場面によってメリットにデメリットにもなるものっていうのは特性なのかなと。で、それをどう捉えるかが才能、捉えるかというか、それをいい面で使える環境だったらそれが才能あるよねっていう文脈で語られるのかなって思いました。そうですね、まあそうするとその僕はその考え方すごくいいなと思うんですよ。特性ってやっぱこう、まあ、生まれて持ったもので、いいか悪いかっていうのが、もちろんその、まあ、人の判断次第っていうところあるんですけども、使い方次第なんですよね。その、
逆にこう例えば好奇心ってこうもし飽きっぽいというふうにあの解釈してしまうと才能っていうよりはこう、うん、ハンデカップみたいハンデみたいな感じになっちゃうんですよね。でも逆にその好奇心があるからそれがクリエイティブに使えるってなるとその好奇心のない人、に比べれば、まあそういう意味ではこう才能として働くと思うんですよね。そうするとまあ一つはその自分の才能、まあの一つのまあまあ、定義の前に見つけ方なんですけど一つの見つけ方として自分の特性を、うん、こう見つけてその特性をどうそのこうポジティブに、うん、使えるかっていうそれをこう模索するのがいいかもしれないですよね。それはすごく大事な気がしますね。見つけるのも結構簡単で、うんうん、意外と自分は本人からしたら欠点だと思ってることっていうのは、まあ、つまり特性だと思うので、そこを見直してみるとかっていうことで見つかるのかなっていう気はしますね。なるほど。これまた僕の話になっちゃうんですけど。はいはいはい。僕あ、聞きたい。ちょっと体に病気があって、口周りにヘルペスとかができちゃうんですよ。生まれつき。で、これ欠点といえば欠点なんですけど、これが出るときって、2、3日後に風邪ひくんですよ。なるほど。だから、これが出た時って、そのビタミン剤飲んだりとか、休養を取ったりとか、ケアすることで、2、3日後に風邪をひかないんですね。だから、これってすごく欠点というか、ネガティブな体質だと、昔は思ってたんですけど、社会人になってからはすごい便利なんですよね。風邪をひくことを事前に予防できる、能力だなって。なるほど。すごいポジティブな考え方ですね。でも実際風邪ひかないのってすごい社会人にはアドバンテージになりますからね。なるほど。そういう、でもそういう因果関係があるんですか？要するにそのヘルペスでないと風邪もひかないってことですか？はい。まあ、免疫が落ちてるっていうことなんですよね。なるほど。血球の量が減ってる中、増えてる中、なんか献血に行った時にも言われたんですけど、その時ってそういう白血球の量が普段とすごい変わるらしくって、うん、なので、まあその時に何か他の病気は入ってきやすい。必ずの因果関係はないんですけど、まあその相対関係はあるみたいです。なるほど。そうすると、その、まあヘルペスが出るっていう、まあ出やすい体っていう特性、思ってるんですけども、まあ、それをこううまく使って、風邪をひかない才能に変えたってことですよね。そうですね。そういうふうに言えるのかなってちょっと思いました。素晴らしい。いや、そこまでこうポジティブに思える人ってなかなか出会わないですね。素晴らしい。まあ、うまく結びつけたのかなっていう気はしますね。じゃあやっぱそういうポジティブに結びつけるのも多分岸さんの一つの才能かなと思うんですよね。ああ、そうですね。確かにそういうふうにも言えるかもしれないです。なるほど。そうするとこう、まあ、ちょっとだけこう才能っていうものが少し見えてきたんですけども、じゃ逆にこう、対照的な、まあ、対照的なやり方で、才能、例えばこれは才能じゃないっていうのがあります。これは才能じゃない。そのこう対照的な、形でこう才能を定義するので、例えばこれとこれこれは才能ではない。もしあれば、はい。やっぱり僕はそのまあ今のは結構才能の話をしていましたが、今のものも含めて割とその努力はまあ才能と結構対極の存在というか比較されやすい存在としてあるかなと思ってて、今持ってる能力のなんかその高い低いを指して才能っていうのは結構違うことが多いかなって思ってます。頭のいい人にとか足が速い人に才能があるねっていうのはなんかちょっと違う気がしていて。適性はあったのかもしれないですし、特性を生かした結果かもしれないですけど、やっぱりそれは努力で得てるものも結構多いと思うので、なんかその他者の努力とか、まあ、自分の努力とかっていうものを隠すために才能っていう言葉が使われるシーンも結構あるなと思ってて、それは、なるほど。結構、なんだろう、いろんな人のチャンスを奪っちゃってる、もったいない考え方かなって思ってます。要するに自分には才能がなかったとかっていうことですかね。あ、そうですね。努力しないことに対してその言葉を使っちゃったりすると、自分の人生の機会を失っちゃってるなって思いますね。もったいないな。
そうですね。で、まあ、おそらくその、こう、まあ、努力はしてみたんだけども、なかなかいい結果は得られなかったから、まあ、自分には才能がないっていうので、こう、諦めてしまうっていう人ですけどね。そういうお話ですよね、まあ。そういう話です。でも、人によってケースが違うとは思いますけど、その努力をした量が適切だったのかとか、そういうのもあるから、本当に才能がなかったかどうかってまた難しい話だなって思います。そうですね。まあよくその、ね、努力しても報われないっていうことをまあよく聞くんじゃないですか。なんかそこも、なんだろう、期待値の問題なのかなと思っていて、なんかそもそもこう報われるために努力するべきなのか、努力したいから努力するのか、なんかどう思います？ああ、そこすごく面白い話だと思うんですよね。努力したいから努力できる人はもちろん素晴らしいことだと思うんですけど、事前の打ち合わせだと、その努力に見返りを求めるかっていう話だと、まあ見返りは求めない方がいいって。アンサリさんには伝えたんですけど、今の文脈だと、努力、なんだろう、目的があって努力するんですよね。だからまあ、見返りは求めてるのかな。ちょっとここ悩ましいですね。自分の中でも意見がなかなか定まってない部分なんですけど。なるほど。僕はまあ、ストア派なので、こう、何かを得られるために何かをやるっていうのをこう、まあ、主義批判なんですよね。まあ、ここで主義批判っていう言葉を、あえて使ってるんですけど、まあ、要するに、自分が自然にそうなってるわけじゃなくて、ただ、自分がその、こう、ストアの、その、教え、はすごくこう、まあ、正しいなと思ってるんです。要するに、その、自分にコントロールできるものとできないものがあるから、コントロールできないものに関して、そこを悩む、のがナンセンスだという、まあ、考え方なんですよね。で、あとは、その、自分が正しいと思っているからやることで、その、何かこう得られるためにやるとか、っていうのが、こう、あまり、まあ、良くないなと思っていて、で、ただ、そこでやっぱり、まあ、当然その、ね、その、何かを得るために何かをやるっていうのは、まあ、もう普通なんですね。自然界では普通なことなので、それを当然、こう、否定してるわけじゃないんですけども、多分その期待値って、なんだろう。そもそもその、こう、必須の問題かなと思っていて、要するに、こう、例えば、報われないって言ったときに、それは何に対して報われなかったのか、ということなんですよね。はい。例えば、こう、勉強したんだけど、なかなかこう、うまくならなかった。その、ならなかったっていう基準はどこに設定してるのか。それが他人と比較してなのか、自分を基準にしてるか。要するに。ああ、いい話ですね。そうなんですよね。その、勉強、例えば勉強して全く上達しないっていうのは、ほぼ考えられないんです。遅いかもしれない。で、例えば、こう、100個こう勉強して、言葉、100個勉強して、こう、2個しか覚えられないっていうのは、まあ、生産性悪いかもしれない。だけど、2個覚えてるから、ゼロっていうわけじゃないんですよね。そうですね。そうすると、こう、勉強しても、なかなか、こう、上達しないという、その、なかなかっていう、その、基準は、どうやって設定してるかなんですよね。で、僕はそこに尽きるかなと思っていて。そうですね、確かに。なので、まあ、他人と比較しちゃいけないっていう、まあ、ただ、社会がね、その、他人と比較して、こう、ね、人よりこう、何かできるから、その、お仕事ができたりとかっていうのは、まあ、社会的にはそうなってるから、まあ、言うの簡単ですけど、なかなか難しいっていうのは、分かってるんですけども。そうなんですよね。多分まさにそこがポイントなのかなとも思ってて、めちゃめちゃいい話なんですけど、実際その能力のあるなしって他人と比較されて、何かその自分への報酬として返ってくるじゃないですか。評価されてお給料が決まったり、ランキング付けされたり、試験を受かったり落ちたり。だから何かしらそういう外部
の LINE に対して努力をして、そこが達成したかしてないか、みたいなところに、どうしてもみんなはなっちゃうのかな、みんなはというか、まあ僕もですけど、人っていうのはなっちゃうのかなっていうところですよね。ストア派だとその辺はもうしょうがないってことなんですかね。なんかよく恋愛とかで例えで聞きますけど、努力する自分を磨くのは自分ができるからやるけど、実際その人に好かれるかどうかは気にしないみたいなのがストア派のイメージなんですけど。そう。はい。まさにまさに。そうですよね。でも自分を磨いたのってその人に惚れてもらうためだとすると、目的達成できなかったら、まあ、報われなかったって思っちゃうのかもしれないですね。そこ、まあ、そうするとそれも、はい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 。ストア派の人はどうやって自分の気持ちを、なんだろう、奮い立たせたり、落ち着かせたりしてるのかなって。まあ、傾向ですね。もうそこは、やっぱこう、理性っていうんですかね、その、自分の感情は、それを止めることができないから、うん、止めようとはしないんですけども、ただ、その自分の感情に、なんだろう、こう、誘導されないように、最終的にこう、理性で考えて、はい、例えば、今怖いんだけど、その恐怖に、こう、操られないように、そのこう、それをまずこう、気づいて認識して、あ、今自分が怖い。うん。じゃあなぜ怖い？あ、こういうことがある。こういうことがある。で、じゃあ今、その中で自分にこう、制御できるものがあるかないか。うん。いや、制御できるものに、まず、フォーカスして、まあ、体を動かそうとか。ああ。そういうことなんですよね。これすごい自分と向き合ってるんです。はい。うん。そうなんです。まさに。自分と向き合って、で、最終的には死、自分の死との、その、向き合いなんですよね。自分が死んでいくと。はい、はい。で、まあ、マーカス・オレリアスとかだと、それこそ、こう、レガシーの話とかも出るんですけども、自分のレガシーを、気にしてもしょうがないと彼が思ってるんですよね。その何かこうレガシーを残すために何かをやるっていうのも間違ってることだと。ほうほう、そうなんですね。そうなんですね。そこはもうエゴでしかないと。まあそうですね。だから、はい、もう人生をずっと勉強で、何を勉強するか、やべ、自分を勉強して、その自分が正しいと思ってることをできるだけこうやる、まあ道徳なんですよね。その道徳、自分が決めた道徳に、沿って生きていく、それに、努めることがストーハーなんですよね。できるかどうかは別として。なるほど。そうか。じゃあやっぱりちょっとその、なんだろう、それを恋愛とか会社の報酬とか割と俗っぽいものと結びつけちゃうから、いまいちそのなんでしょうね、ズレというか、うまくいかない部分も出てきちゃうのかもしれないですね。今の話だと、割ともうちょっと崇高な目的に向かって人生を使おうみたいな考え方にも感じたので。なるほど。まあ、そうですね。まあね、その、当時、そんなね、複雑な社会だ、じゃなかったし。ああ、そうですね。まあ、しかも彼はね、その、社会の一番上に立ってた人間だから、ね、その、お金持ちの悩みだねっていう言いますよね。そうなんですよね。そう。実際お金を稼ごうとした時って、やっぱお金が稼げるラインに到達するかしないかって、やっぱ努力する一つの理由というか基準にもなるから。そうですね。生存しないといけないし。まあ、そうするとちょっとこう、元の話に戻すと、はい、まあちょっとそこも、少し才能っていう、定義も、もうちょっとこう見えてきたなと思うのは、うんうん、やっぱその、まあ、あまりこう他人と比較し、するのは良くないけども、ただ、そこにこう、まあ他人よりは勉強が早いとか、足が早いとか、その、自分の、が持った特性を、まあもちろん努力はするんだけども、他人のそのこうなんだろう、水準、
よりは、よくできているっていうところが、もしかしたら才能とは言えるかなと思うんですよね。なるほど。そうですね。そこはちょっと意見が分かれるところですかね。なるほど。やっぱ才能じゃなくて努力だと思ってて、はい、だからそう、今みたいなのを才能っていう人もいるけど、私はそれは努力で得たものだと思うから、あまり今の現在の能力を指して、なんか才能っていう言葉を含めるかどうかは、まあ、個人的にはその、ちょっと違うかもって思ったところでした。その、最初の質問に戻ると、才能だと思わないものってどんなものですかっていう話だったので、現在の能力を指してはあんまり才能って言わないのかなと思っていたっていう話でした。ああ、でももちろんそれをこう努力してこう伸ばすっていうことはまあ大切だと思ってるんですけど、でもその、まあ、わかんないんですけど、例えば、ええ、どうしてもこう努力してもそのこう才能の差を埋められないケースもあるんですよね。そう。例えばですね。うん、あはい。まあわかりやすい話をすると、例えば生まれつきでこう足一本しかない人は、まあもちろん技術を使うとかっていうのはあるかもしれないんですけど、でもそれは普通の人よりこう早く走れるかっていうと走れないと思うんですよね、いくら努力しても。だからその才能っていうのは、例えば仮に全員が同じぐらいの努力の量を、費やしたときに、やっぱりそれでももっとこう上に行く人っていうのはやっぱりいるんですよね。だから例えば勉強が早いとか、その吸収が早いとか、記憶力が、すごいとか。そういうところが、やっぱこう才能に結びつくかなと思うんですけどね。なるほど。そうですね。そこが多分結構考えの分かれ目かなとは思ってて。もちろん正解はないんですけど、ちょっとやはり僕とは、ちょっと、その、見方が違う部分もあるなとは思っていて。今の話で言うと、例えば、その足一本の人でも、努力して足を速くしてる人と、僕がちょっと努力して一緒に走ったら、多分その足一本の方の方が速いと思うんですよね。で、結局それってその方の努力が僕の努力を上回ってると思うんですよね。で、まあ同じ時間努力した場合どうなるかっていうのは分からない話にはなってくると思うんですけど、だからそのハンザリさんが言ってる同じ努力をした時に差がつく部分が才能っていうのはすごいわかる気はします。わかるんですけど、それがなんだろうな。その才能に焦点が当たるタイミングって本当にその人類の最高峰とか、そういうところまで突き詰めた段階になってようやく出てくる話題になるのかなって思ってて、我々が普段生活してて、この会社で成功するとか、趣味で人気になるとか、まあ、割と手の届く範囲での生活だったら、その才能ってあんまし影響しないんじゃないのかなって、努力の方が影響割合が高いんじゃないのかなって思うんですよ。なるほど。そう。アスリートとか、その将棋の、本当に世界一を決めるとかなってくると違うんですけど、会社の中で出世するしない、あの人は頭がいい悪いとか、まあ本当にその世界のレベルの話だったら、才能って影響しないんじゃないのかなって。どうですかね。でもだとすると、もうそもそも才能の話をしてもしょうがないっていうなんか感じになっちゃうんですよね。逆ですかね。そうやって才能っていう言葉をなんだろう才能っていうまやかしの信仰で多くの人が不幸になってると思うから、話す意味はあるのかなって僕はちょっとこのテーマを聞いた時に思いました。逆の視点ですね。なるほど。難しい話ですよね。なんか、僕は才能って、こう、テコの法則なんですよね。テコなんですよね。はい。それはイメージわかります。はい。僕はそこなんですよ。だから、その、一つの分野において、そのテコの長さなんですよね。簡単に言えば。短いものか長いものか。みたいな感じ。そうなんです。そうなんです。そこが才能だと思うんですよね。かなりなんか才能のイメージが具体的になりましたね。なので、もちろん努力がゼロだったら、うんうんうん、いくらテコが長くても、
結果はゼロですね。ゼロかける100はゼロだから、はい。それは当然そうだと思うんですけど、でもその、僕はそう考えると、まあ、じゃあ次の話にはこれ入れるかなと思うんですけども、まあ、じゃあちょっとまとめると、はい、じゃあ才能は、てこ、うん、まあ、掛け算っていうことで、はい、ただ、努力は、必要だ。それは、当然努力しない、と、まあ、何もこう、得られることは当然ないはずなので、そうするとこう、まあ、社会とか会社、まあ、アスリート以外のその、こう、極端、名前を除いて、じゃあ才能はどこまでこう必要なのか、どこまでこうプラスになるのかっていう、話は、したいですね、じゃあ。そうしましょう。いいですね。コントラスト。コントラスト。はい。ここまで、前編となります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いかがですか？もう久しぶりにね、収録して、今回面白いテーマだったかと思うんですけども、才能と、努力ということで、まあ、今回前編で、才能の、定義というか、少しこう、意味の姿が少し見えてきたかなと思うんですけども、どうですか？そうですね、僕とハンサリさんこうやってポッドキャストとかでいろいろ喋ってきたんですけど、その2人でも結構才能とか努力っていうものの捉え方が違ったので、そこら辺を整理できたり話せたのは結構面白かったなと思いました。そうですね。で、まあ、最後はまあちょっとこうアグリーできたかなと思うのは、才能というのは、テコですね、掛け算ですね、ということがまあちょっとアグリーできたかなと思いますけども、ただ、そうするとこう気になってくるのは、じゃあその抵抗の長さが普段の生活の中で本当に影響するのかっていうところですよね。そうですね、人によってどのくらい差があって、それがどのくらい影響を与えるのか、その辺は結構気になるところかなと思いました。それは、はい、後編、お話できたらいいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは次回よろしくお願いします。ホストのハンサリ・ギヨームと岸智秀でした。それではさよなら。